モデルプレスをご覧の皆さん、こんにちは。ザ・ベージュ・ローメン・エクサイト・ライブです。この度9月12日に、僕たちの、4年間の集大成と、そして、ファーストアルバム、やっぱ好きっすね。あ、先生の巻いてくれない。巻いてくれた、巻いてくれた。あ、すごい似合ってる。どう？鼻息荒いな。くせえ、くせえ、くせえ。はい。冬はこれでおしまい。また来週。また言うのじゃなかったんですね。中井でもう出るよ、出る時間で。いや、もうちょっとしょうがないです。今日はしょうがないです。すみません。あの、ジンさんに怒られてもいいですもん。ジンさんなんか怒ってもいいって言ってますよ。もう終わったでしょ。あの、しょうがないですよ。しょうがないですもん。これ今は、はい。あ、すごいです。イエーイ。楽しかったですか？イエーイ。イエーイ。楽しかったです。いや、なんか、これ意外と昨日、だいぶ君の。やってるわ。おぉ。おフレームアウトから来る。おうん。さあ。3、2、1、3、2、1、どうぞ。へい。顔やん、もう巻きでね、巻きでいきましょう。じゃあどんどんカズマもいける、うん、わ、マジですか、うん、クマでしょ。クマにした、クマですよ、クマ。クマに遭遇した時どう対処する。美しくいきましょう。はい、よし、じゃあいきます。はい、お、どうする。3、2、1、どうぞ。せこいわそれ。木と銅かね。あなたがそれすんのせこいわ。いいっすね。いや、いいよ。じゃあ最後僕で締めましょうか。じゃあ頼むよ、うん、いきますよ。頼むよ。熊来ました、まあ、目の前から来ました。来たよ熊。来る男なら守るべきものがある。守って。絶対負けねえ。来ましたね。いただきます。おかずきです。あれ、ソーセージあったの。え、ソーセージもうラストと、ラストです。これでラストって言ってたのか。普段クレープ屋っても買えないんだよ。クレープですか。クレープキャラの男の一人に来ました。そう、そう、そう、何も開かない。あー、何も開かないよね。エロい。何も開かない。膝とかもこれ全部こっちに体育座りしてるとこ見たい。あー、いいですね。え、で、これ、これはした。僕ら着てるの何サイズですって分かりやすいよ、これ。やった。17日、金曜、夜10時。これは？え？最高っす。ないな、これないな。まとめましたね。最高。よくご飯に行くメンバー。はい、浦川翔平です。リクさんの秘密を言います。リクさんには、リクさんには副乳というものがございまして、乳首が4つあります。はい、そうですね、カズマが言ってたんですけど、カズマはあのグループの看板を背負っていつも頑張ってますが、実はメンバーだけの時間になるとめちゃめちゃ甘えん坊です。あー、綺麗にっていうか、もともと汚いわけじゃないですけど、もともとは結構おー